はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのコールオブデューティーブラックオプス3キャンペーンをやっていきたいと思います。はい、新年早々ですね、一発目やっていきたいと思います。前回の続きから、忘れてしまっている部分はありますが、そうですね、連絡官の、権威を救出するため、直接指示を逆らい、CIA のセーフハウスに押し寄せる54イモータルズの阻止に向かえということでね、行きましょう。ちょうど半分ですかね、大体半分ですな。さあやっていきましょう。ここからですね、ゲーム開始。ああいうモニターを見るっていうのもあるんだね。ドゥリリリン。そう、前回ね、一人、なんだっけ、敵のね、一人が、コントロールしてた、なんだろう、ドローンの大群を押しのけて、倒したわけですけども、逆に54イモータルズに狙われてしまって、で、助けに行くというところからですね。もう決めたことだ。俺たちが彼女の元に行くのを連中は歓迎するだろう。俺たちがやったことを罰したがってるからな。そう、姉が生きてたんだよね。やつらのやったことの責任は全てやつらにある。さあ、ということで、今回は、このまま行っちゃっていいかな。とりあえず向かっちゃいましょうか。次のミッション開始。おかしいな、ここから出てくるはずなんだけどな。はい、今回の武器は HVK30、 こちらを使っていきたいと思います。サブは、MR6 だね。で、 C4 とあと投げるやつねを入れて、ショックだね、ショックをつけてやっていきたいと思います。サイバネティックはカオース、これでやっていきましょう。さあ行くぞ。これで世界中が知ったわけだ。CIA のブラックプロジェクトが大惨事の原因だったと。これでお前もケインが情報を伏せているという俺の主張を信じるだろ。彼女は全てを話していないと。テイラーはおそらく知る必要のないことを知ってしまった。その結果狙われたんだ。そうだとしてもケインは仲間だ。見捨てることはできない。ウィンズローアコードの作戦は混乱している。悪化する前にテイラーを見つけるんだ。俺たち以外にケインを救える者はいない。彼女なら救出するまで持ちこたえてくれるはずだ。大丈夫かね。さあ、CIA のセーフハウスからかな。となると、復讐、シンガポールセーフゾーン、現在のミッション3日目。ケイ、外壁のところにいる。急ゾーンを離れるところだ。ああ、向かってくんだね。と言ったはずだ。そうも言ってらんないだろ。そんなに喜ぶな、まだついちゃいない。そっちの状況は、セーフハウスは無事か。今はな、イモータルズはすごい勢いで迫ってる。全てを破壊し尽くしながら。おおおおおお、すげえな、民間人が。わかってる。気を強く持つんだ、すぐに行く。言っておくが、ケインの救出はかなり厳しい。連中は本気だ。そうか、こっちもだ。彼女を見捨てはしない。プレイヤーまだあれだね、正義感あふれてるね。さあ行こうか。妹たちはセーフハウスに向かいながら、手当たり次第に人を殺している。こんな光景を目にするのは久しぶりだ。これなんか BO2、 BO か、 BO1 の時。おお、なんだあれ。ああ、タクティカルか。すげえ滑ってくるようにしか見えなかった。ここを突っ切るぞ。数ブロック迂回できる。了解。アクティブモード DIA に変えとくか。で、どうしようかな。ファイアフライに変えておこう。死んでるな。いるか、奥にいるな。その先だ。聞こえてる。そこの先にいる。トイレだった。かっこよくクリアリングしたらトイレだったっていうね。この上やめろーって言ってる。おお、ひどいな。
民間人をやるとは許せませんな。クリア、豪商らは怒りに駆られてる。俺たちが弟をやったせいでな。あの女の兵士とも容赦なしだ。誰に対して、あの女に対してならこっちも容赦はしない。まあ、腕を切ったの僕ですけどね。状況はいいとは言えんな。こっちから回って、どうする、ヘンドリクス。ベストを尽くすだけだ。うわ、いっぱいな。おい、悪党どもを殺す。昔のようにか。昔のようにか。はあ、まあそういうのは得意だ。おい、やワンダウン、ツーダウン、チャンゴダウン、オッケー。タッキカル、まだ終わりじゃない。奥から来てる、すごい量だ。ワイヤーフライ、いけ。我がしもるたち、モイルがいい。ショックを投げて、あ、四方がこっち。オッケー、排除。ほれ、ビリビリしろ。オッケー、もちろん排除した。ケインを救い出す頃にはテイラーや残りの連中はとっくに姿を消してるだろうな。結局こうなるんだな。ケインを助ける。これ取っとこうかな。それからだ、仲間を置き去りにはしない。ケインは本当に仲間なのか。まだわからないよね、ケインはね。何か隠してるのは確かなんだけどね。ヘンドリクスは薄々気づいてるようだけど、まだほらね、主人公的にはその情報を見てないから。またやってるぞ。ひどいね、本当に。殺しだ。青、やばい、やばい、やばい。オッケー、大丈夫だ。スナイパーがいる。排除。出てくるな。オッケー。状況は悪くなる一方だな。シンガポールには来るべきじゃなかった。まあ、これも仕事ですからしょうがないよ、ヘンドリックス。侵入するぞ。お、ロボットたちがいる。ファイアフライ解除して、 EMP を持ってくればよかったかな。解除。まだ2体いる。 OK、 倒した。大丈夫か。ここはいけないのか。切り替えしとこうかな。こっちにしよう。ドローンが多そうだからね、ロボットがね。ロボットにはこいつがいいだろう。弾だけ補充しておいて。ドア開く。お前は理解していないようだな。テイラー、テイラー、一体何をしている。この裏切り者、機密情報を敵に流しやがって。真実を伝えた。表面上は真っ当な組織を装いながら CIA は違法な人体実験を行っていた。確かに。ある日突然台無しになる実験、無数の人々を死に追いやり、その後もさらに多くの人々が苦しんだ。自らに問いかけろ。この状況で悪者は誰だ。目の前で起きた大惨事を生き延びた者たちか、あるいは真実を隠蔽したホワイトカラーやイエスマンどもか。問題があるとはいえ、イモータルズは一つの社会を築いた。誰もが目をそらし見捨てられた人々の中で、彼らの望みは復讐かもしれない、正義を望んでいるだけかもしれない。いずれにせよ、その怒りは至極当然なものだ。テイラー、テイラー、テイラーに通信をジャックされた。ケインから返事がない。すでに手遅れかもしれない。イモータルズがセーフハウスに侵入したらケインは死んだも当然だ。ルートを指示してくれ。彼女についてはお前の見立て通りだろうな。はい、じゃ落ち着け。視線が逸れるまで待て。はい、ああ、すまん、やっちったわアークは見逃せないんだな。あそこにもいる。おやすみ。いい武器だ。ドローンに追跡されてるぞ。あそこにもいる。倒したぞ。交戦しろ、敵が来るぞ。全員始末しろ。あれ、なくなった。大丈夫じゃね。俺
あとはどこだ。どこにあれか。外した。顔を出せ。投げ返します。上に上がってくるわ。どこに来る。どうだ。いた。逃がさんぞ。どうだ。なんか反応あったな。あれか。おやすみ。このサイトこんな見やすかったっけ。なんか倍率がちょっと違うような気がするけどな。あそこにいるね。いた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 。オッケー、倒した。逃がさんと言っただろう。今ので最後だ。本当に下に一人いたような気がするけど大丈夫か。オッケー、大丈夫か。さあ先に進もう。ここは収集品ちょっと見つけらんないな。ゲート開けるぞ。誰だ。ナイス、お見事。これをこっちに変えようかな。 ASP の注意を引くなよ。屋上に向かうぞ。おー、やべのいる、やべのいる。が少しは掴めるはずだ。上に登って、はい。おお、いっぱいいるな。おい、まるでイモータルズの集会場だ。おお、これどうしたらいいの。俺は上から援護する。俺行けってか。落ち着け、視線がそれるまで待て。了解。これは上からやってったら方がいいのかな。はい、まだバレてないだろう。あとはどこだ。いた。おやすみ。あそこにも一人いるね。何をしてるんだあれ。いた。 OK、 排除。 OK、 はい、 OK。 一体ずつ確実に破壊していく。 OK、 右にもいる。あのさ、ドローンがボコボコ落ちてるんだから気づけって話だよな。うわ、すげえいる。オッケー、オッケー。下からある程度、上からか、上からある程度排除して、その後潜入しよう。オッケー。これ強いな。Cはいいな。これ今度使おうかな。何人いるの？すげえいない？気づいたか？弾がなくなった。そろそろ行かないとまずいかな。この影から離れるな。隠れながら行った方がいいってことか。イモータルズが大勢いる。慎重に行け。了解。こういう時はサプレッサー持ってきたんじゃね。ターゲット真正面？DNI モードはオンにしといて、 OK、 弾はあるな。また補充しといた。そこに一人か。こっちの方が良さそうだね。どこにいる。あれか、さっき声がしたけど。声がしたのはあれか。こっちから行こうか。苦手なのよね、私こういう潜入ってやつ。 OK、 そのまま進め。そのまま進めって言ってもこういうのは奥から倒した方がいいんですよ。はい、 OK、 はい、 OK。 上にいるね。おやすみだ。大外から回っていこう。あそこにも一人いる。もうやってた。ドローンが一番
厄介だな。外した。どこにいる？当たんない。いい動きするな。そこは大丈夫でしょう。 OK、 そっちに移って、そこにもいるな。 OK、 排除した。で、中に1人ヘッドショット。大体やったんじゃないか。てかヘンドリックスどこ行った？ちゃんと援護してくれよ。大丈夫か、あの人。あんまり信用できねえからな。まあでもこっちの BO のあれだよね、 NPC はヘイローの人と比べては。あーを逃がした。まだ信用できるからいいけども。ここはいけないのか。いけないな。回っていこう。あそこにいる。おやすみ。いいんじゃない？いい潜入になってんじゃないか。こんにちは。どうも。やっぱサプレッサーをサブに持ってるといいね。後ろにいる。あれだ。はい、じゃあ。で、どこに行けばいいんだ？こっちでいいのか？おう、いいじゃん。スムーズ。闇に紛れて。お前、早いな。もう行ったのか。全然援護してないじゃないか、俺のこと。ヘンドリックス、彼女をシンガポールに置き去りにはしない。ゼンハウスが突破された。パニックルームまで交代する。コードブラックを発動。お前が生きてることが分かってよかったよ。まだ大丈夫みたいだね。彼から接触が？彼は何を？テーラーから何を聞いた？奴らが来るぞ。そろそろ隠し事はなしだ、ケイン。くそ、また通信が切れた。いや、これは違うな。収集物はこの辺にはないのかな。ないね。こっちにはなんかある？なんもないね。行こう。我は復讐を誓った。ゴーシャオラ、貴様らは弱者と病人を隔離する壁を築いた。彼らを見捨て、そして忘れた。今こそ貴様らが招いた終末の子らが彼らを見殺しにした者たちに復讐を果たす時だ。これは貴様らが撒いた種。ゴーシャオラ、どうやって？俺が通信プロトコルにアクセスできるようにした。テイラー、何がしたい？一体何が望みだ？決断、責任、それは常にたった一人の人間が担う。そいつを見つけたい。なぜだ？ウサギの巣穴がどこまで続いているのか知るためだ。それは CIA の奥にいるということか。痛い。あのテクニカルならやばいな。スナイパーを圧倒できるぞ。すごいのいるんだけど、大丈夫かな。テクニカルを早いとこ押さえた方がいいね。たまれ、早く。あそこにもいる。排除した。こっちも排除。別にテクニカル奪わなくても。おわ、でもいっぱいいる。すごいいる。めちゃめちゃいるぞ。何人いるのよ。すごい量だね。キリがないな。 OK OK、 排除。残りの位置を一掃するぞ。了解。か、強っ。この武器強っ。うん、決めた。今度からこれを使おう。オッケー、やってやるぜ。ほら、はいはい。すごい、なんかこういう武器なのね。こういう武器なのね。はい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 、どうも。アーゼルがいい。
セーフハウスまで突き進むぞ。了解。持ち替えて。お、なんだ。止まれ。聞こえたか。わからん。なんだ。やばいの出てきた。隠れろ。攻撃を引きつけろ。俺が防護システムを叩く。あ、これか。はいはいはい。また毎回と一緒ですね。まずはシールドを剥がして、その後ロケランを打ち込むと。補給して、オッケー、了解。くらい、外した。くらい。しばらく動けないだろう。攻撃を集中しろ。防護システムが復旧するぞ。やべ、なんかあったっけ。デコイ、デコイを出しといて逃げて、デコイに気を取られてる隙に防御システムを破壊する。おー、やべ、分かってるよ。おう、デコイ、俺はこっちだ。オッケー。でかいの食らわせろ。オッケー、了解だ。くらい。もう一発。復旧したぞ。気をつけろ。ほう。でこいを張って。うわあ、剥がれろ。おお、怖い。でこい、でこいに気を取られてる隙にこっちから破壊したい。でこい、オッケー、おらよ、もう一発。いやー、すごい、すごい硬いんだこれ。ダイクレート、オッケー。はあ、やだ。よいしょ、よいしょ。これで捕まったら、もう動かないはずだ。オッケー。硬かった。奴がこちらの通信に侵入した。まあ元とだから、割り込んでくるかもわからない。あれでしょ、シンガポールで CIA が人体実験をしてて、そのせいでなんていうの、そのシンガポールがこんな状況になっちゃったっていうのをひた隠しにしてたんだけど、テイラーがそれを周りにバラしたわけだ。で54イモータルズが怒って、今こんな状況になってるってことだね。このタレットは使えるのかな。使える？使えそうだな。ん？使えないのか。ああ、ハッキング持ってればハッキングでできるわけか。もったいないことしたな。DNA モードオンにして、ファイヤーフライ。いけ！我がしもべたち。上空のドローンに注意しろ。オッケー、一体排除した。下は俺のドローンがやってくれるはずだ。おお、ウォーマシンがいる。ゴールドか。ゲイ、くらえ。狙ってんな、こっち狙ってる。危ない危ない。ゲイ、向こうの奥がセーフハウスってことでよろしいか。バレたな。硬いんだよね、相変わらず。いけい、届かないかな、ここの距離だと。もしかしてタクティカルのやつを倒して下のやつも倒す。狙われてる。弾がねえな、どうしよう。おお、ダイエンクレートあんじゃね。
上行っ、よいしょ、下に降りようか。オッケー、ファイヤーフライ、あそこはなんだ、ああスナイパーか、はい、じゃあオッケー、すごい敵の量だな。オッケー、倒した。ウォーロード行け。ここは当たんないな。よし、や倒した。これで全部やったんじゃない？まだいる？呼吸して、おい、こんちは、危ない。お前はヘンドリックさん。はあ、なんか来てる、やっべ。ああ、なんてもの出してくんのよ。どうした？いや、まだ倒してないな。オッケー、ファイヤー、やったか。オッケー。で、弾薬クレートで補充しておいて、もういないだろう、もういないだろう。いる？まだ。あ、なんか来てる。やべ、切るぞ。逃げて、距離を取って。おれ、おい、オッケー。どっちから来る？ファイヤーフライ、苦しむがいい。いや、すごいよ、いるな、やばいな。ちょっと回ってこう、大外から回っていった方がいいな。結構いるよ、まだ。オッケー、排除した。先進もう、多分無限武器ではないと思うけどな。オッケー、行った。オッケー、次はケインを探す。わお、おお、ダメじゃね、もう。そう、ミッションもここまでか。回収手段を確保してくれ、ヘンドリックス。冗談だろ、彼女終わりだ。いや、マナだ。女を見捨てるわけにはいかないんだな。聞いてんのか、死んだんだ、諦めろ。お仲間は随分と抵抗していた。彼女に何をした？二度とお前とは話せ、味方撃ちって。おとなしいものよ。何をした？ひでえ奴らだ。絶対に許さんぞ。OK。ロボットが多い。切り替えたい。違う、これじゃない。どっちだ ？DNI じゃない。こうか。でイグニに変えて。イグニ。熱い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 。ここ切れそうになってんだよな。ほい、いい横ステップ、怖っ。視界が悪いからな、アクティブモードに変えた方がいいね。ほれ、上は、おーおーおお、いるか、大丈夫か。何をするつもりか知らないが、急いだ方がいい。その建物は崩壊するぞ。まあ待ってなって、ほい、
回復しよう。危ない。怖っ。まだいるか。ほい。大丈夫か。痛い。上。回復待って。ほい。合わせろ。ここセーフハウスだよな。いいんだよな。まったく聞いてるのか。そこで待ってろヘンドリックス。まだ終わってない。いるか。ケインどこだ。大丈夫かケイン。生きてたな。おいって。うん。燃えちまえ。焼けろ。ヘンドリックス、言いたいことは？助けると言っただろ。まったく血の気の多いやつだ。血には血を。さあこれで一応54イモータルは壊滅できるのかな。どうなんだろうね。だテイラーからねついにコンタクトしてきましたね。あいつは何かを知っていて、それを中でも一人その大ボスみたいのがいるから、そいつを見つけたいみたいなこと言ってましたけどね。レベルアップ。 OKはい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はこの続きからやっていきたいと思います。テイラーがまた出てくるかもしれませんが、果たしてどうなるのか楽しみでございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はブラックオプスの鏡だ。